未だ人類すら生存しなかった恐竜時代に恐るべき侵略者ゴドメス星人が地球を攻撃した。恐竜たちが殺されていく。人間の住んでいなかった地球はゴドメスの絶好の餌食となったのだ。タイムマシーンポセイドン号に乗ったタイムGメンは7000万年の過去を目指して出撃した。飛び出せ人間大砲ゴドメス戦艦をやっつけろ。これは命を懸けて地球を守るタイムGメンたちの戦いの物語である。向こうに何があるのか誰も知らない過去の世界か。奪われた。その謎さえ解けばゴドメスを倒す方法が見つかるというが、果たして機長はどこへ運び去られるのであろうか。その頃コスモ機長を奪われたコセイドン隊は、コスモ機長は強い放射線を出しておる。このカウンターさえあれば今からでも追えます。モリー、はい、タイムマザーとコンタクト取れそうか。もうすぐです。火球の乱れが収まってきました。お聞きの通りだ。21世紀に連絡がつき次第、我々は帰らねばならん。そんな短い時間にコスモ市長を奪回できるのかね。できる。必ずできますよ。できるわ。ファイターズが全速力を出せば。市長側にはゴドメスを倒せるんです。それに時間重視のためにも必要なんです。隊長。隊長。よし、やってみろ。ありがたい。じゃあ、ファイダス、出発します。ゴー。ああ、タイムマザーから指令を受け次第、捜索は打ち切りだぞ。ファイダス1号、2号は空飛びから奪われたコスモ市長奪回作戦を開始した。東じゃ。このままずっと東へ進みなされ。鉄、東ですって。気楽に言うよ。東は岩だらけじゃないか。メカの天才でなきゃ乗り切れねえよな。じゃあまあよろしく。入った。それにしても分かんないな。あ、コスモ市長ってテレサ星にあったんでしょ。いかに。アルタシアさんのご先祖が残した宝物ですって。さよう。じゃあご先祖様はテレサ星がゴドメス人に侵略されることご存知だったのかしら。そんな先のことまで見通して、しかもゴドメス人をやっつける方法まで伝えるなんて。なるほど、マリの犬ももっともだ。話ができすぎてるな、鉄。おい、どうしたんだい。いつも処理したらお前が。考えてる。何を。なぜそんな都合のいい必要がテレサ星に代々伝えられていたのか。ひょっとすると。ひょっとすると。いや、なんでもない。気を持たすなよ。いいから鉄、話してごらんなさいよ。
コスモ市長はインチキだっていうの？いや、そうじゃない。あれには確かに秘密が隠されてる。だが…だが何よ。ああ、びっくりした。何この音。コスモリアクション。じゃあ、市長は近くにあるのね。低空飛行へ移ります。コスモリアクションだ。アルタシアか。それらしいものはおらん。妙だな。まあいい、総監にご報告しておこう。コスモ市長の反応があった。市長ならアルタシアは身につけているはずだが。はっ。付近にはテレサ星人もこの星の原住民も見当たりません。ただ…ただなんだ。ただ、テラノドンが一匹。テラノドン…私が直接調べてみよう。よし、亜空間通信、調整完了。それにして時空管理局につながるんじゃないか。さんざ敵のタキオンにかき回されちゃったからね。長官、出てこい。人の苦労も知らねえで居眠りしてんじゃねえのか。おたくらず。ポセイド。うお、長官。お、ワンノ君、心配しとった。どうも、恐縮であります。まさか、ゴドメスにタキオン兵器があるとは思いませんでした。タイムマザーも驚いたらしい。君たちを返す時間機では今彼女が計算中だ。もうしばらく。ん？そんな女性がコロニーにおったのかね。あ、いや、こちらは2万3000光年を隔てたテレサ星の王女、アルタシア姫です。ゴドムズに追われて地球へ来たんだってさ。おかしなロボットも一緒よ。ほう、姫とロボット、どっかで聞いたような話だな。宇宙は広大ですからな。似た話が飛び出す確率も高いでしょう。コセイドン隊の時間軌道計算が終わりました。ご苦労でした。まだ1時間以内に帰島せよ。1時間以内。1時間。大丈夫だろうな。ワンワンをするとまたゴドメスがお出ましてるぞ。それを過ぎると軌道が歪みます。1時間がギリギリです。太陽じゃ、西へ。了解。あの崖の影かしら。ホワイタス、市長はどうした。ほーら来た。今目標に接近中。時間軌道の計算は終わった。いいか、30分以内に戻らんと置いてきぼりだぞ。隊長、30分じゃないでしょ。サバを読んでんだ。21世紀の人たちは平気で30分もサバを読むのですか。いや、こうでも言っとかんとすぐ道草を食うやつらなんだ。わかった。サバを読んでると分かっていてもびっくりしてやるのがエチケット。もう少しです、待っててください。と、まあこうなる。団員の気持ちを掴んでらっしゃるのね。まあ管理職としてのイロハですな。あ、テラノドンがいる。間違いない、使用されたモンスターじゃ。あと25分。隊長のサバ読みとしても1時間ないわ。どうやって取り返そう。コスモ市長をさらってきたのなら、災いを取り除く絶好の機会だ。
行ってくるぞ。はっ。いや、私たちを攻撃するつもりよ。何をくしゃくな。それ、サイドじゃ。いたじゃ。そういうわけにはいかないのよ。どこよ、どこ。ああ、おお、ついにやったか。私じゃない。ああ、びっくりだ、ゴドメスの宇宙船じゃ。おかしい獣たちよ、お前らにコスモ市長は私はせぬ。よし、ミサイルじゃ。あ、ミサイルだ。マリオ狙ったのか。月曜、コスモ市長が山が崩れる。なんということだ。ようやくにして見つけたコスモ市長が山津波に押し流され土の中深くうずもれてしまうではないか。これでよい。いかにコスモ探知装置があろうと土の壁が反応を遮る。コスモ市長は永遠に葬られた。やる気？受けて立つわ。やめろ、マリ。崖の向かいへ逃げろ。なんで？時間がないんだよ。マントル砲だ。つまんないの。マントル砲、シュート。マントル砲、シュート。やったー。頼みがあるじゃ、マリさん。あの崩れた崖の前へ下ろしてくれんか。どうするの。市長を掘り出す手を考えた。へえ、根性ね。ブルドーザーもないし。いや、なせばなる。テレサに伝わることわざじゃ。ふーん、地球にも同じようなことわざがあるけど。あっ、よかったじゃ。マリとビッグラジーが危ない。ファイタス一号聞こえるか。おう、テツ、あのザジの不気味な笑いが聞こえるか。急げ、二人を助けるのだ。鉄、止めろ。ゴドメスだ。マリ、危ない。よし、出番だ。ファイタスボンバー、はっ。ファイタスボンバー、セット。1号2号、帰ってこい。
間は30分だ。ファイタスボンバージャンプ。あれ、こいつは俺が引き受けた。お前も個性存在とやらの一人らしいな。このチャラを試してやる。あと20分だ。さっさと帰ってこい。ゴー、鉄、聞いてるのか。7000万年未来より来たタイム G メンとは面白い。お前らの弱点が分かったぞ。何だと？タキオンビームで21世紀を狙い撃ちにしてやる。タイムトラベルを司るコンピューターを破壊するさ。早々に試してみるとしよう。結果が楽しみだ。何？ではゴー、さらばだ。いずれまた会おう。あんなと妙なことを言いやがったな。ゴー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 、敵愛してる。よかったよかった。頼むよゴー、鉄、マリー、頼むから早く帰ってくださいよ。ここは培養室だよ。地球人類においても1970年人参やカエルで成功したクローン増殖法、細胞を培養して元の体と同じものを作り出す技術である。そしてゴーに倒されたはずの相関たちは再び蘇った。じい、元気で。アルタシア、元気で。じいさん、しっかり守ってよ。はいはい。おい、さようなら。リナ、こ？うん。一度でいいからアルタシアさんに21世紀を覗いてほしかったな。タイムトラベル秒読み開始。オリ、イクボさん、行くぞ。はいよ。彼女には市長を探す務めがあるんだ。ザジは死んでも。ゴドメスは5万と残っとる。ローレンス3、ローレンス2。またわしと2人になりましたな。アルタシア様、寂しゅうはございませぬか。行きましょう、貴重な生まれている崖へ。はい、さあさあ参りましょう。さようなら、コセイドン隊の皆さん。姫、姫、さあ元気を出して、さあさあ参りましょう。メビウスレール噴射。メビウスレール噴射。隊長、ゴドメスか。何？くそ、ボスもいないくせにのさばってやら。コセイドン隊に次ぐ余は総監ザジである。ザジ？
俺が殺したはずだ。ゴドメスは不滅だ。これより滝音攻撃を行う。これか。的はあの車の前方に絞れ。四次元的には彼らの目的地はその辺にある。はっ。これではメビウスレードを噴射できん。おかしいぞ、地球管理局が。何？タイマーだ。どうした？マジャ、しっかりしてくれ。熱い熱い、冷却液が煮え立っている。何とかしてください。熱い熱い熱い。ワンダム、タイムトラベルは禁止だ。マジャからしっかりした。マナーがタキオにやられた。攻撃終了。タキオン攻撃は成功した。生存体は元の位置にある。タイムトラベル不能のようだ。エネルギーが限界だ。直ちに引き上げよう。はプロさん壊されて、これからどうすんですか、隊長。そいつは俺が聞きたいね。セイドン号は今や7000万年前、白亜紀恐竜時代に島流し同然の運命となった。しかも敵増刊たちは蘇った。